イオン・ハヤト国分ショッピングセンターは、鹿児島県霧島市で、イオン・九州株式会社が運営する GMS を各テナントとする複合商業施設。イオン・ハヤト国分ショッピングセンターは、1994年6月に、旧アイラ町で GMS の三式リブレを運営していた、株式会社マイカル南九州と株式会社マイカル九州が、 早と国部先として開業した複合商業施設である。当時、マイカルグループが生活百貨店のコンセプトで展開していたサティブランドであったため、2000年代以降にイオングループが展開するショッピングセンターで典型的なモール型専門店街併設タイプよりも百貨店や GMS タイプで専門店街と各テナントのフロア区分が緩やかな売り場構成である。 開業当時、高度技術工業、集積地域開発促進法指定地区として、企業立地が進んでいた旧国武士と、旧早都町のほぼ中間地点にあたる地区に立地しており、それまでの地域最大の商業集積であった国武士、中心商店街の衰退と、反比例して好調だったが、2000年に、マイカル南九州は、マイカル九州への統合され、2001年の親会社、 株式会社マイカルの破綻を経て2007年にマイカル九州を九州合併したイオン九州の運営となった2011年2月28日までハヤト国分サティとして営業を続けていたが翌日にジャスコとサティをイオンに統合したため各店舗をイオンハヤト国分店 SC 名をイオンハヤト国分ショッピングセンターへと名称変更した イオンハヤト国分店1階物販、サービス1階レストラン街2階物販、サービス2階喫茶2階公共施設。ありがとうございます。